都に来ているので、今回今日はね、ここで一日中買い物したいと思います。はい、しほちゃんね、まあ、再来週なんだけど、はい、修学旅行じゃなくて、なんだっけ、修学旅行だよ、修学旅行に行くので、はい、その準備もね、少し始めます。はい、はい、1泊2日で、バスタオルとかちょっとないんで、買いに行きたいと思います。はい、黄ばんだやつしかないのね。そう、昔から使ってるの、まだ使ってるんです。もういい。あ、ニトリあるよ、行く？バスタオルは、ニトリはいいよ、ふわふわだよ、ね、でもあんまりさ、ふわふわしたのじゃなくて方がいいですよ。薄っ暗い方が荷物にならない。荷物にはならない。先生に言われたんですよ。先生に言われたんだよね。まあいいや、とりあえず今日は一日お買い物の様子を、はい、ニトリ、ニトリ撮ったいと思います。行きたいと思います。と言いつつニトリ着きます。じゃあちょっと見てみようか。真っ白もあるし、白がいい。ん？これバスタオル、いい、ほら。どう？はい、いいか。バスタオル、これちょっと小さめで真っ白。いい、これがいい。それかしーちゃんの好きなピンク。ピンクもある。あ、ピンクもあるよ。でもピンク、あ、もう一個しかない。売れ売れだね、ピンク。ピンク売れ売れ。どうしよう、売れ売れだね。どうしよう、ピンクにしようかな。あ、スリムタオルとかもあるよ、ほら。タオルもいるんじゃないの？あ、でもフェイスタオルの方がちっちゃいな。何が違うの？こっちの方がちっちゃい。なるほど。え、どのぐらいどうする？めっちゃふわふわだけど、そう、本当だ、めっちゃふわふわ。これも大きさ的には 60×120 で一緒。でもこっちの方がいい気がする、うん、ふわふわよりね、うん、これがいい気がする。どうしよう、ピンクにしよう。やっぱ白がいい。ちょっと考えましょう。え？カーテン？ピンク？どこだろう。実はね、今日はね、もう一つ行きたいところがあって、どこですか？フォーエバー21。そうそうそう、フォーエバー21が今月でね、閉店しちゃうので。売り尽くしセールに来ました、はい、まだやってるかな、わかんないんだけど、多分もう全滅な気がします。ない。まあでも一応ね、見に行ってみましょう。はい、こんな大きいの？大きいね。そのぐらいの大きさだよ。え、こんな大きいの？掘り出し物があるといいね。いいね。行きましょう。来ましたよ。あ、ごめんごめんごめん、ごめん、ぶつかった。ごめんごめん、りみちゃん。三ツ矢サイダーのやつ。え、三ツ矢サイダー。 あ、スプライトだよ。しーちゃん、スプライトの洋服があった。行きます。上行きます。行きます。おお、4階建てってすごいね。え、4階建てってすごい。1階と2階は駐車場だった。あ、そうなの、うん、あ、じゃあ3、2階か、3、4ってこと？そう、3、4階がね、売り場なんです。お値段的にはどうなの？これは1200円。あ、600円。すごい。かわいいじゃん、ピンク、セーター。お値段が似合うの？そっか、400円。しーちゃん、しーちゃん、これ400円だよ。400円、すごいね。え、すごくない？赤いセーターとか可愛くない？赤いセーターだ。何見やだ。600円。いいね、これ緑青。ザラもあるんだね。はい、ということでね、買ってきました。わー、いっぱい買いましたね。やばいね。やばいよね。まあ、この購入品はね、後で紹介します。はい、じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ次ちょっと GU 行きましょう。大きいのがあるんだ。うん、はい、GU ではね、欲しいものがなかったので違うお店に行きたいと思います。はい、じゃあ次行きましょう。はい、じゃあウィーゴー。
じゃあ見てみましょう。かわいい、いいね、この季節に。本当だ、しーちゃんベストあるよ、ほら見てみましょう。買ってきました。はい、いっぱい買いましたね。はい、はい、まあ、リミちゃんの分も買ったんだよね。そうなんです。はい、じゃあまた購入品は後日紹介します。はい、はい、次イングファーストの方行くのね。ここイングなの。うん、ここイング。うん、サーティワン食べたい。まだ。食べる？食べる。買おうか。誰か後で食べる？ご飯。ご飯の時食べる？うん、じゃあそうしよう。チョコパン。いいよ、食べたい。いいよ。あ、次どこ行くんだっけ？スリーコインズ？スリーコインズ。そうだね。何すんの？おー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 おお。大丈夫あの子。目もあるよ。回ったでしょ。しーちゃんピクニック。ピクニックさんです。かわいい。かわいい。ピクニックさんを通り越して、あ、オリンピアもあんだね。オリンピアもよく来るよね。あの、あれでしょ、あの、なんだっけ、このでもこれがカバン、あ、カバンじゃないわ、スーツケース型レピピー。うん、下に降ります。はい、スリーコインズ来ました。ベレー帽ありました、ね、さっきね、ウィーゴーでベレー帽ね、かわいいの見つけてね。でもね、一応スリーコインズで見てからにしようってなったんだよね。コウモリ、これめっちゃマント見た、かわいいよ。洋服みたいだね、これね、普通に、ね、でも絶対うちの白黒はさ、嫌がるよね。嫌がる。かわいいのよ。え、ハロウィンのお家だ。見て、ほら。かわいい。すごいね。でもハロウィン限定になっちゃうね。でも、スリーコインズでペット用品があるとは。はい、スリーコインズ買ってきました。はい、中身はね、また購入品紹介。はい、すごいね、ちゃんとスリコって書いてあるんだね、ここね。スリコ、ほら。疲れましたね、さすがに、足がね。はい、じゃあ次行きまーす。お腹すいたり。ご飯だって、次。ご飯行こう。自然食。え？自然。いいよ。何、自然食？うん、和食。和食食べるよ、和食。健康にいいのよ。ヘルシーで健康にいいご飯。なんか嫌な顔してるけど。はい、今日はね、自然食のバイキング来ました。野菜を食べましょう。はい、これ切り干し大根ね。お、しほちゃんはやっぱしカレーをですね。カレーとうどんがある。またうどん。お寿司にお寿司で。これパパ。パパすごいね。うん、ベジタリアン。ね、これパパやったの。うん、ね、あとでちょろっとしてた。食べます。いただきます。いただきます。うどんから。うんうんうん。おいしい。はい、じゃあここでね、今日はちょっとゆっくりご飯を食べます。今からごもおいしい。野菜をいっぱい食べましょう。お腹いっぱいですか？はい、いっぱい食べましたね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、次はどこ行きましょう？次？次
次はちょっとゲーセンで遊ぶそうです。はい。あ、ラウンドワンでホッケーするのね。あったラウンドワン。うん。あ、ここラウンドワンか。うん。はい、じゃあ行きましょう。うん。ゲームでも遊びました。気になってきた。あ、気になってきた？本当？じゃあちょっとだけ見る一回最後。ママがね、ママが気に入った洋服があって、しーちゃんがね、あんまりって言ってたんだけど、なんか急に気になったんだって。じゃあちょっと見に行ってみる？後悔のないように。ピピでもゲットしました一着、ま、満足ですか？もう満足はい、よかったです。やばっ、やばい、やばくない？やばいね、買いすぎ気がつけばこんなに、まあね、久しぶりだね、こんなに買ったの。やばい、めっちゃ久しぶりで今日興奮した。大興奮、うん、よかったね、やばい大満足だね。じゃあ帰りましょう。ボキッて言った骨折れちゃうよし、じゃあ帰りましょう。はい、はい、おまーい、おまーい。グミ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 ペア、3時だおやつだ。